本日は先日取材した日高ボーイズの選手たちとガチンコ対決をしました。オナールチャンネルのゆうやくん、走れオイチャンネルのオイくん、そして僕で戦っていきます。結果はいかに？それではどうぞ。さあやってまいりました、日高ボーイズ対野球 YouTuber 翔平 TV、 オナールチャンネルゆうや、走れオイチャンネルということでやっていきます。まずまっすぐでストライク、素晴らしいボールを投げる野目投手。さあゆうやくん打てるかどうか。さあ次の球は投げました、深めに浮いてボールとなります。さあオナールゆうや次の球打ちます。結果は投げた、カキーンと打った打球はサード線切れてファールとなりました。この日ですね、まさくんは怪我で欠席ということで、はい、もうゆうやに託されております。先頭のゆうや打てるか。そしてさあ結果出ますよ。さあ結果は投げた、出ました、鋭く落ちる変化球、空振り三振となりました。ゆうやくん残念。そしてネクストバッターは走れオイチャンネルのオイくんです。さあオイくんはですね、公式結構最近やってるらしいので、まあ打てるんじゃないかなと思います。さあ高め、ナイスボール。このピッチャー井上くんはですね、左で120キロ超えのピッチャーです。日高ボーイズ歴代の5本の指に入るレベルの素晴らしいピッチャーです。さあお次投げました、ちょこんと当てた打球はピッチャー抜けて、はいピッチャー抜けて、大井くんダッシュ、走れ大井チャンネル、セカンドゴロでアウトとなります。さあネクストバッターは私翔平 TV。 この打席でまさかの出来事が起きます。皆さんぜひとも注目してください。さあちょっとねフォーム変わってますよ。さあ初球、はいやっぱり変化球できました。初球やっぱりね、結構僕変化球から入られるタイプなんで、やっぱりなと。さあノーワンとなりまして、次はもうまっすぐ来るんじゃないかなと、まあ、井上くん自身のねスピードボールを投げてくるんだろうなと思いながら、はい、そしたらまさかの出来事が起きます。さあ何見えましたか、パケーンと当たった打球はフェンス 91m の柵を越えてホームランとなりました。まさかのリプレイですね。こちらはい、軸がしっかりと残ってピョーンと、ちょっとドアスイングですけどね、ここからパケーン、インローですかね、パケーン高々と上がりましてソロホームランとなりました。これは本当にちょっと奇跡ですね、本当にたまたまです、ごめんね。そして1番に戻りまして、ボナールのゆうやくんの打席です。さあ井上くん気を取り直して投げれるかどうか。さあゆうやは先ほど三振となっております、ぜひとも打ってほしい。はい、こちら外いっぱいですね。さあ打ってほしいです。さあゆうや打てるかどうか。ここでカキーンといい打球来ました、いい打球がいった、しかしこれはファーストライナーとなってしまいました、残念。そしてピッチャー変わりまして、加藤くん VS 大井チャンネル。さあはい、まず高めのストレートでストライク。さあ、井くん笑顔です。さあその次の球、はい、こちら低めですね、しっかりと見極めております。そしてお次、はい、こちらちょっと高めの打球を下からね振りましてゴロ、これがなんとセカンドゴロかと思いきや抜けてライト前ヒットとなります。
これはね、監督さんも皆さん、これはセカンドゴロやなと言っておりました。はい、そして、翔平 TV の、見てろと、次のホームラン打ってやるという気持ちで、言っております。加藤くん VS 翔平 TV。まずこのね、ちょっと力みすぎてこの空振り。はい、僕らしいと思います。いい変化球でした、本当に。これ腰抜けるかと思いました、本当にね。確かに後ろからね。はい、バッターボックスに入ります。いいスイングですね。自分で言うか。そして、次の球。ちょっと先ほどの球ですね。はい。ちょっと状態残って、しっかりとレフト前に運びます。これで2打数2安打1ホーマー、レフト前ヒットとなります。そして、ボナール・ユーヤ君の打席、カキーンと、カキーンと打った打球は、これはセカンドフライとなります。そして、大井チャンネルの番です。さあ、カキーンと、お二人ともフライですね。ダメですね、フライは。はい、レフトフライですね。はい。そして3打席目の翔平 TV。 はい、そろそろラストですよ、ラスト。さあ、ちょんと、もうすごい低い、もうこれボールじゃないかっていうぐらいの球をレフト線に運び、ツーベースとなりました。やっぱりみんなと野球やるのは本当に楽しいですね。本当にありがとうございました。さあ、いかがでしたでしょうか。選手たち皆さん素晴らしくて、今後の日高ボーイズに期待しております。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募お待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。